申し込む。栄倉七尾を支える各県と実家は地主でマンションオーナー。20代最後の日、なんかやけに緊張する。2月11日、自身のインスタグラムにこう綴っていた女優の栄倉七尾30。A グラといえば16年8月に俳優の賀来賢人28と結婚し、昨年6月に第一子出産。現在は女優休業中で育児に専念している。賀来さんは昨年ベンドラを本に出演しました。一家の大黒柱として必死に働きながら育児にも積極的に参加するイクメンとして評判です。テレビ局関係者インスタグラム投稿の翌12日、30歳の誕生日を笑顔で迎えた彼女の姿を本誌はキャッチした。赤ちゃんを抱っこしたエフラが賀来と共に訪れたのは都内にある人気焼き肉店。賀来さんのご両親も一緒でした。栄宗さんと賀来さんの向かい側に座ったご両親は嬉しそうにお孫さんをあやしていましたね。栄宗さんはあのモデル体型から想像がつかないほど焼肉を口いっぱいに頬張っていました。居合わせた客。約2時間の祝宴を終え、店から出てきた5人。しばらく並んで歩き、おやすみなさなみダッシュインと挨拶すると、それぞれ帰路に着いた。栄宗たちは店の近くの自宅マンションへ。賀来の両親は彼らの自宅からほど近い別のマンションへと帰って行ったわ。多忙な2人ですから、育児をサポートしてもらえる両親の実家の近くがいいという希望もあり、栄宗さん夫婦はここに新居を決めたそうです。近所の住人。後日賀来の実家を訪れてみると、地上4階近い1階建ての立派なマンションが。実は賀来さんの実家はこのマンションのオーナーで地主でもあります。一角に賀来家が住み、他の部屋は人に貸しているようですね。賢人くんのおばは女優の賀来千香子さん56としても有名ですが、彼のおじいさんも地元の名士。おじいさんは今も元気で、ひ孫になる赤ちゃんを賀来家3世代で可愛がっているそうです。別の近所の住人、イクメン夫とその家族の支えで安心ママライフを送っているようだ。